今ね、ダウンライトのね、位置をね、こう隅で出してます。ダウンライトを、まあ、この平の、水平のところで大体6個、6箇所あります。この6箇所のね、隅を一旦出して、まあ、これをね、まあ、まあ、基準っていうか、これをかわしながらね、まあ、隅を打っていきたいと思います。
だけですね、あとはねあそこだけですね。やっとここまで来た。もう最後はね、なんかもうね、集中力がやっぱ続かないね。何日も張ってるとね、大変です。もうちょっとさあ頑張ろう。はい、やっと張り終わりました。こんな感じです。まあ、服の色がコロコロ変わるっていうのはね、それだけ日数かかってるところなんですけど、ざっと今日でね、墨田市から考えたら6日目です。まあ、ボード張りから考えたら7日目になりますけど、まあ、1週間あったら張れるのかなってことで、1週間連続で精神が持たないかもしれないです。はい、なので普通だったらね、これ軽カル、これだけの面積の、ね、軽カルを張るんだったら、まあ、2時間もあって張っちゃうんですよ。2時間、ね、
2時間あったら晴れるんだけど、実は6日かけまして、今回は6日かかったってことだよね。ざっとですね、けど、これざっとこれ何、24倍。すげえね。24倍の張り手間がかかってます。要はコストパフォーマンスめちゃめちゃ安いんだけど、張り手間はごっつい高いっていう、めちゃめちゃ高くなってますからね。まあ、ね、手間をかけた分だけ、いいものができるってことだよね。すごく、いい感じの天井になりました。まだね、これからまだね、パテ埋めしてペンキ塗りなんですけどね、まだまだ仕上がりを、ね、照明入ったのはね、まだまだ先の、公開になると思います。はい、では。